三十年式不標銃、三十年式歩兵銃、または三十年式小銃は1897年、明治三十年に陸軍で採用された日本のボルトアクション式銃。近代的な国産連発式小銃として日露戦争において陸軍の主力小銃として使用された陸軍軍人の有坂成明によって開発されたため、 欧米では30年式不標銃及び30年式不標銃を直接間接的に母体とする小銃、38式不標銃、99式小銃などをまとめて、有坂ライフルと呼称している。帝国陸軍は日清戦争で単発式の13年式、18年式、村田単発銃、開発、村田常吉を主力小銃として使用した。一方、 対戦相手の新国軍の一部では、ドイツから輸入した、合計 7.92mm の連発式、ボルトアクション式小銃である、グ88、1888年にドイツで採用。後に、新国が、関陽88式不やりとして1895年から、国産化を装備しており、これは、村田銃よりも優れていた。すでに1889年、 明治22年に日本初の連発式、ボルトアクション式小銃である22年式、村田連発銃が採用されてはいたが、同銃は環状断層式で装填の手間や、特に兵頭弾に由来する命中精度の悪さなどで難があり、実戦では使い物にならず、主力小銃とはなり得なかった。そこで、新型の連発式小銃の開発が急務となった。 三十年式不標銃は、村田銃を生んだ、村田常義の後を受けた、有坂成明によって設計され、装填し、ストリッパークリップが使用できるお筒断層式で、連発を実現することで装填を簡単にし、また、断層底板を着脱式とすることで、装填済みの弾薬の排出も二十二年式、村田連発銃に比べて、極めて容易となった。発射薬には、 無煙火薬を用い、口径を 6.5mm、30年式実砲と小さく抑え、高所速で優れた命中率の銃にまとめた。いずれもマンリフヘル小銃やモーゼル小銃、一説にワグ88の影響度、外国の銃にあった要素を取り込んだもので、画期的新機軸はないが、完成品は当時の世界水準を超えた傑作になった。重心は、 炭素鋼であったが要求される強度の鋼を当時の日本では製造できず輸入に頼った専用銃剣として新たに三十年式銃剣が採用され銃剣突撃を強く意識した小銃となった村田銃は交換ボルトハンドルを起こした際に撃型、コッキングピースのコッキングが完了するコックオンオープニングを採用しており有定ボルトは シャスポージュやモシンナガンに似た2ピース構造であったが、30年式は、新たに、モーゼルタイプの1ピース構造の遊定を採用し、動作方式は2班を取った、コックオンクロージング方式となった。この方式は、交換を起こした際にはコッキングが行われず、遊定を前後させる際に遊定が前進する力を、利用して劇系のバガを縮まり、コッキングが完了する。 後年の38式不標銃との外見上の違いは、激径がボルトシュラウドに覆われておらず、露出しているために、コッキングの状態が村田重同様に明瞭に判別できることである。30年式はこの激径に、フック式の安全装置、副鉄が取り付けられており、コッキング後に通常は横に倒れている、副鉄を垂直に起こすことで激径が固定されるために、 引き金を引いても激発できなくなる。また、副鉄を起こしている間は、レシーバーの切り欠きに副鉄の突起がはまり込み、遊定の開閉自体も制限する構造である。30年式は、コックオンクロージングを採用したために、コックオンオープニング方式のように、ボルトハンドルを起こして再度倒す動作では、再コッキングが行えない。そのため、1万1時報が不発を起こした際、 再度の雷管への打撃を行えるように、この複鉄のフックを直接引くことでもコッキングが行える構造となっている。また、遊定には、交換が閉鎖地に戻っていなければ、引き金が引けなくなる、被害竹の子、被害順と呼ばれる構造も採用され、村田重よりも安全性を重視した構造となっていた。試作時に、ートル、七ミリメートルの、 各口径で試されたが、6mm では当時の工作技術では困難であり、7mm では反動が強いため 6.5mm が採用された。これは当時の軍用銃では小口径の部類である。イタリアのカルカの M1891 小銃のカルカのメ 6.5mm52 に習ったという説もある。当時としては資源に乏しい日本の国力にも、 体格が貧弱な日本人にも最も適した光景であり、また、打ちやすさ、命中率の高さを生んだ。しかしのちに 6.5mm 弾は、車両相手などの対物威力の不足が問題になり、1930年代から帝国陸軍の重火器は 7.7mm 弾仕様に徐々に更新されることになる。1945年、昭和20年の第二次世界大戦終戦時にも、 この更新は完了しておらず、明治期に 6.5mm の昇降系実砲を採用したことは、後に太平洋戦争、大東亜戦争時の日本軍の補給体系に軽な混乱をもたらすことになった。欧米諸国では19世紀末から20世紀初頭の7から 8mm 弾をそのまま第二次大戦でも使用し続けたのでこうした補給の混乱は起こらなかった。 ただし、日本と G6.5mm 弾を採用していたイタリアを除く。この30年式実報は、村田連発銃の弾頭重量 15.5g に対して 10.4g、創薬量は 2.4g から 2.1g と少子減価がなされており、初速は逆に秒速 612m から秒速 700m と高速化されている。 この 6.5mm50SR 弾を相談し、ストリッパークリップを用いて5発ずつにまとめて小銃に装填した。1897年、明治30年に採用された本銃は、1903年、明治36年に、前夜戦軍、部隊への配備を完了した。交尾役などの2009部隊、交尾連隊で、 なお旧式の村田連発銃が用いられる状況の日露戦争海戦であったが三十年式不標銃がこの戦争の主力小銃であった。しかし三十年式は遊亭周辺のクリアランスが後年のアリ坂銃よりきつめに作られており、ダストカバーを持たなかったために満州では砂人による作動不良に悩まされることになった。また、 露出した撃径は1万1実砲が異常な高圧となり、発射圧がレシーバーのガス穴のみで処理しれなかった場合、激震が撃径ごと後方に吹き飛ばされる可能性が残っており、1902年、明治35年には後に38式不標銃も手掛けることになる南部基地郎により、こうした弱点を改良したが、海軍特別陸戦隊向けに製造されている。 35年式は、やや華奢な印象を受ける30年式の激系を大型化し、機関部への砂人侵入を防ぐ手動式のダストカバーが化された。後に、有坂成明の後を受けた南部記次郎により、本銃をベースに一部を改良した38、式婦標準が開発、採用されるが、この改良は、機関部の部品点数削減による合理化。 一万一の異常高圧の際の激震の吹き飛びを予防する安全装置一体型のボルトシュラウド、激計中高の採用、防塵用有定服、ダストカバーの負荷、弾頭の戦闘化、38式実砲がなされたぐらいであり、基本となった30年式不標銃の設計思想は非常に的をいたものであった。38式不標銃は日露戦争後の日本軍、 陸海軍主力小銃として使用され、これに更新され旧式となった三十年式不標銃は、菊下紋章の上に二十丸の刻印を押されて、旧制中学校以上では、必修科目の教練、敬礼に始まる基本動作から、招待もしくは、中大規模の集団行動まで教える科目用に払い下げられた。1914年に第一次世界大戦が、 勃発すると、連合国の要請により輸出された。イギリスへは訓練用として2万丁が、ロシアへは35万6千丁と3000万発の、実報がそれぞれ売却された。ロシアへ売却された兵器の代金は、ロシア革命による帝国の崩壊によって踏み倒された。30年式不標銃の全長を3 0 0、mm、トル、短くした、騎兵用の機銃、騎兵銃。 短くされたのは重心の部分で不標識の 790mm に対し 480mm の長さである。馬上で背負いやすいように追い紐を取り付ける。負管が重下部から重左側面に移されており、フロントバンドに重剣化がついていないこととなっている。これは村田銃を元にした機兵銃も概ね同様の仕様で、 当時の騎兵はサーベルを廃用し着検せずに突撃を行ったためであるが、海外に残る現存品の多くは、重剣化が取り付けられ、着剣が行える仕様となっているため、中途で仕様変更があったものと思われる。なお、後継の38式機銃は当初から着検可能な仕様である。30年式不標銃をベースに、南部機次郎が改良を行い、 35年式海軍銃として制定、少数配備された。海軍陸戦隊向けの小銃、旧来はマルティニヘンリー銃が用いられた。南部機二郎が紹介料を行った銃式で小銃器の表尺板をスライド式、ラダーサイトから扇電式、タンジェントサイトに、また有定服、ラストカバーを追加している。ただし、十八式不標銃と異なり、 遊定服は、ボルトアクションと連動しないので、射撃の前後に手で、遊定服を動かす不便がある。遊定服は前方へ押し出すと開き、後方へ引き戻すと閉じる構造になっており、右側面にある小突起は、開閉時の差し掛けと、前回内視前兵の位置を保持するラッチを兼ねている。同様の遊定服は後にも色小銃の太陽国、輸出仕様であるでも用いられた。 また三十年式では、幾分大きさが小さく、構造として脆弱であった激傾向単路に分割で、激震を保持する激傾中らを型化して、強度の向上を図ったほか、休憩だった交換を三十八式と似た眉型に変更している。三十五年式には専用の重剣として三十五年式重剣も設定された。これは、寸法や形状自体は三十年式重建とほぼ、 同じものであるが、軍刀の刀身止めに似たストッパーがばの部分に追加されたものであった。35年式は38式不標銃や99式小銃の配備により、海軍陸戦隊でも徐々に一戦を去っていったが、第二次世界大戦末期の1945年頃になると、本来の35年式としては、対応年数を超え、部品取りや、 廃棄などの処置が行われる予定であったバレルドアクションを再利用する形で急増の小銃が作られた。米国のコレクターの間では例に45ライフルと呼ばれており、レシーバーには35年式の銘が入っているが、シリアルナンバーやダストカバーなどがなく、99式普通実砲もしくは海軍92式 7.7mm 実砲が扱えるよう 7.7mm に、 口径拡大されていたり、本来の単ジェントサイトではなく99式などに似た、ラダーサイトに変更されているなど、相違点が見られる。例に、45ライフルは、沖縄戦で投入されて米兵に旅客されたものが知られており、米国では、海軍が本土決戦に備え、99式小銃のレシーバーを中鉄として製造した、極端な戦時計型の99式小銃、 特とは、明確に区別されて取り扱われている。30年式不標準をベースとした民間製造製品である。生産数は不明ながら、米国に比較的状態の良いものが残されている。30年式不標準とは、デザインに一部相違点があり、レシーバーに形式番号は刻印されておらず、桜の紋章が刻まれているのみである。生産も日本本土ではなく、 日本軍占領下の中国、北平、北京で行われた。欧米圏では、あとの38式不標銃、北市19、式小銃のノース、チャイナタイプ19に対して、本銃にはノース、チャイナタイプ12ライフルの故障を与えている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。